そんな8年生の最初がちょっとあいにくのお天気なんですけども、ステージの方は元気にお送りしていきますので、皆さんもちょっとまだ降ってますかね、ちょっとまだ降ってますが、雨の中ではございますが、よかったら楽しんでいってください、はい、では今日もね、イベントがいっぱいありますので、早速 M スプラッシュメンバーを一人このステージにお迎えしたいと思います。今日は M スプラッシュからディワどうぞ。はい、拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。では改めて自己紹介からお願いします。はい、4年目になりました美和です。よろしくお願いします。はい、お願いします。美和は前回登場してもらったのが6月 のレディースデーの、そうですね、ことにということで、ちょっと開けましたね。開けましたね。はい、美和はね、なんか夏の間みんなに夏なんかしましたかなんてことを聞いてたんだけど、はいはいはい、美和はこうなんか夏どっか特別どっかに行ったよとかそういうのありますか？そうですね、海行ったりとかはちょっとしたんですけど、ちょっとあの楽しみな会が実はこの後ありまして。あるの？そうなんですよ。何の会があるの？あの M スプラッシュ YouTuber 会というのを発足いたしまして。 YouTuber 会、はい、それは YouTuber をやってるわけじゃないよね。やってないです。見る専門です。あ、どういう見る専門の会なの？そうなんです。今ね、なんか子供とかでも YouTuber になりたいなっていうね、YouTuber とか夢が出てきているぐらい流行っている、そうなんですよ、 YouTuber なんですけど、その本当いろんななんかこう美容系だったりとか、メイクの動画とかね、そうです、そうです、ハウトゥーの動画だったりとか、あと私ネイルとか、もうそういうのをもうテレビ見る感覚で私見てて。ピンポイントで欲しい情報が手に入るもんね。そうなんですよ。化粧品の比較とかもやってくれるので、うん、毎日ね、こうやって化粧してるので、ね、あの髪型とかも、いろいろやってくれるので、それをもうほんと毎日見てて、そうなんだ。で、その、どの YouTuber が好きかっていう話になって、うんうん、いっぱいいるんですよ、YouTuber 見てる人が。ちなみに YouTuber、M スプラッシュ YouTuber の会の皆さんは、YouTuber の会の皆さん、とりあえず第1回を今度解説するんですけど、うんうん、そのメンバーは、まず、あかね、あかね、はいはい、そして、ゆい、あとは今、先生になった王子のなつきが、なつきも、4人で、今回は第1回目を解説しようということで、何やるの？一体。まあ、ロケ地巡り的な感じなんですけど、ロケ地巡り？その私たち4人が好きな美容系 YouTuber さんの方が紹介してるそのバーベキュースポットにみんなで行ってバーベキューしようっていう回なんですけど、その時すごい楽しそうだったから、はい、みんなで行ってみようと。そうなんですよ。で、なんかちょっと YouTuber の真似とかしてみようかなみたいな。なるほどね。なんか独特なあれあるよね。そうなんですよ。できるのある、ここで。できるのある。よくやるのがピント、はい、ピント合わせるためになんかこうやってわかります。化粧品だと化粧品の時にあ、わかる人いらっしゃいますよね。こうやってやるのとか、あとなんか、みんな始まり方が決まってて、はい、皆さんこんにちは、美和ですって感じで、ここなんかあるんですよ。そういう決まりがあって、なんかこうルーティーンみたいな、あ、でもありがとうございます。そういうのがあるので、なんかちょっと4人でなんか、まあ、YouTuber にはならないんですけど、行ってみてちょっとなんかみんなで動画撮って、ちょっとやったりやってみたいなみたいなことを、ね、ぜひなんかみんな実行した際には ね、このステージでまた教えてもらいたいですね。はい、はい、じゃ今ちょっと YouTube に結構ハマってるか。ハマってます。かなりハマってます。なるほど。こう女性の方とかでもね、こうメイクのあの人いいよねとかもしあったらぜひ今度お話ししてみてください。チャンネル登録してる人教えてください。いいかもね。さあ、ではそんな美和ですが、はい、いよいよもう今シーズンもラストスパートの時期に差し掛かってきていますので、はい、改めて皆さんの前で今後のラストスパートに向けての抱負を教えてください。はい、最後の最後にね、こうやって大型連戦があるということで、うん、もう私も、今日8連戦続く、結構その後もね、どんどん連戦続いていくので、ね、気合がみんな入ってます、うん、なので、まあ、ちょっと初日がね、こんな雨でなんか、あいにくですがね、私ここで喋る時ちょっと雨が多いような気がして申し訳ないんですけど、はい、こんな雨にも負けない、うん、まあ、先月とかだと風にも負けない M スプラッシュですので、うん、はい、そんなところにも注目していただけたらと思います。最後までよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日もね、この雨雲を、ね、吹き飛ばすぐらいのパフォーマンスを見せてくれますので、
今日のイベント情報